道山です。成績を上げたい、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、高校に入って学年順位2位、クラス順位1位を取ることができた、川内さんという方のね、まあ、やったことをね、紹介したいと思います。学年順位2位、クラス順位1位ってよっぽどね、頭いい子なんじゃないのって思うかもしれませんが、実はそんなことがなくてですね、川内さんのお子さんは中学3年生の時、まあ、夢は何ってお母さんが聞いた時、将来何になりたいって聞いたら、なんとニートっていうぐらいね、まあ、そんなに別に人生に希望を持ってないような状況だったんですね。その後にお母さんがいろいろ子育てを変えていった結果、もう人生に希望を持つようになって、そして今は獣医っていう夢を、ね、持ってですね、でその夢も見つかって、さらに勉強も頑張るようになったっていうね、まさにお母さんの努力によって子供が成績が上がったっていう素晴らしい事例なんですよね。なので今日はそのね、川内さんがどんなサポートをしたのかっていうところをね、しっかりお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、こういった思春期の子供がいるお父さんお母さんたち向けに、成績アップ法、受験合格法、思春期の子育て法などね、お話ししておりますので、もしよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでね、じゃあまず川内さん、どんなね、子育てを変えていったのか、実は元々の状態は何だったかというと、お父さんお母さんが結構ね、意見を押し付けていたんですね。まあ、例えば高校はここに行った方がいいんじゃないのとか、もっと勉強した方がいいんじゃないのとか、今こういうことやった方がいいんじゃないのとか、まあ、いろいろこう自分の意見をね、こう言っちゃってるような状態だったんです。その結果どうなったかというと、まあ、親子関係が悪くなりました。まあ、これいわゆるちょっとね、言い方はね、一言で言うと過干渉っていう状態なんですよね。お父さんお母さんこういろいろね、ああしなさいこうしなさいって言ってしまってる状態。これをすると子供ってどう思うかっていうと、あ、俺の人生、私の人生はお母さんが決めるんだな、お父さんが決めるんだなって思うわけです。この状態だと自分の人生に希望を持てなくなりますよね。うん、で希望を持てなくなるから、まあ、結果的に、まあ、勉強なんかしなくていいじゃんとか、まあ、高校なんて別に行かず、ニートになればいいじゃんっていうふうに思っちゃうわけです。でまず川内さんはこれをね、やめました。もう子供にね、指示を出すのはやめて、そして子供の自身のね、まあ、夢とかをね、応援するようにしたんですね。まあ、つまり例えば高校ね、例えばじゃあ、お母さんはね、A 高校に行かしたいと思っていて、子供は B 高校に行かしたいと思ってたと、行きたいと思ってた時に、まあ、この A 高校に行かしたいっていう気持ちを押し殺して、まあ、あなたが B 高校に行きたいならお母さんを応援するよっていうような姿勢に変えたんですね。その結果どうなったかというと、まあ、子供はやっぱり人生に希望を持つようになるので、まあ、勉強も頑張れるようになって、見事にそのね、B 高校に合格することができたわけです。で、この後ね、まあ、高校に入った後もずっとその姿勢を貫いていったんですね。まあ、あなたが決めたことなら私は応援するっていうようなね、いわゆる無条件の愛というやつです。これをやってきました。で、その結果どうなったかというと、まあ、人生に希望を持てるようになるので、今まで言いたくても言えなかったこの獣医という夢を親に言えるようになりました。うん。っていうのも実は小さい頃から、この川内さんのね、お子さんは動物が好きだったんですね。なのでお母さんたちはね、まあ、小さい頃から動物園に連れてって、とか、牧場に連れてってあったりとかね、あとは猫、家で猫を飼ったりとかってことをいろいろやってたそうなんです。だから子供の中ではうっすらね、なんか動物に関わる仕事やりたいなって思ってたんだけど、それは親に言ったところで、例えば、あなたはこうしなさいっていうお父さんお母さんだったら、どうせ否定されるじゃないですか。だからなかなか言えない状態でした。でもお母さんがやり方を変えた結果、それが言えるようになって、私、獣医になるために頑張るよっていうような、素晴らしい親子関係になったんですね。に夢が決まったら、まあ、獣医になるためにはやっぱ勉強頑張らないといけないですよね。まあ、子供もそれが意識できるようになったので、さらに勉強頑張れるようになって、そして、まあ、学年順位に、クラス順位1位という素晴らしい結果をね、持つことが、取ることができたわけです。ということで、このね、2位、1位っていう結果を出すために、親がやったことって、いわゆるね、効率のいい勉強方法を教えるとかね、うん、すごくね、高い塾に入れるとかね、あとはね、なんかすごい問題書をたくさん買っていけるとか、そんなことをしているわけじゃないんですよ。純粋に子供がやりたいってことを応援してあげる、無条件で応援してあげる、これをやって、さらに子供が将来になりたい夢を、まあ、見つける、まあ、これは小さい頃からねやってきた、牧場とかに連れていくっていうようなことが、まあ、そこに当てはまるんですけど、こうやって夢を見つけるサポートをしてきた、この2つをしっかりやると、まあ、子供って自然と勉強頑張れるようになるんですよね。うん、なのでぜひね、お子さんが今なかなか勉強頑張れてないなとかね、夢が見つかってないなとか、成績上がらないなって思っていたとしたら、この川内さんのね、成功報告を参考に、まあ、お子さんのね、夢を無条件で応援してあげる、そして良好な親子関係を作る、あとは小さい頃からね、夢が見つかるような、まあ、子育てをいろいろねしていく、いわゆる経験をいろいろしていくとかね、ってことをやっていくと、まあ、最終的に勉強頑張れるようになると思うので、ぜひね、こちら参考にお子さんに向き合っていただければと思います。